どうも母ちゃんですっていうことで、今日は玉ねぎを植える前に知っておくべきことについて説明していきたいと思います。はい、ということで玉ねぎのね動画となっているんですけど、皆さんね育苗から始めたっていう方はもう今ねどんどん玉ねぎの苗が大きくなってきていい状況なんじゃないでしょうか。で実際に僕も後で自分のところの玉ねぎの苗見せるんですけど、結構ね大きめにね成長してくれていい感じにね育っています。でこのいい感じに育っているんですけど、一つね注意しなきゃいけないことがあって、育てすぎには注意してください。というのも、育てすぎてしまうことによって必要以上に苗が大きくなってしまって、それを畑にね植え付けた時に遠立ちといって、春先のこのね玉が増大する期間、増大期というんですけど、その時に遠立ちね起きやすくなってしまったりもするので、この育苗に関しては育てすぎないっていうことを頭に入れといてください。なので玉ねぎの苗作り結構ね難しいものとはなっているので、こちらもね気をつけながらやるようにしてください。で玉ねぎの苗ね全然小さいよっていう方に関しては、小さい方がねまだねなんとかなったりします。追肥とかあげたりっていうので、いろいろなことをしてあげることによって、小さい苗から結果的にね玉が大きくなって遠立ちせずいい玉ねぎとかも作れたりするので、小さいから諦めようって思ってる方いると思うんですけど、そうではなくて、これからどんどん栽培の方法によってはそれをね大きくさせる方法っていうのがまだ残ってるので、引き続き苗作り頑張ってください。まああと僕のね体に起こったことなんですけど、最近ねちょっと寝違えてしまって、この首がね左側にね動かしづらいです。なんかずっとね張ってるなっていう感じで、肩こりじゃないんですけど、ちょっとねこんな感じで首を曲げる時にここら辺のね筋にね痛みっていうのが走ります。なのでちょっと左向くときは気をつけて、あとはね安静にしたら治るのかなって思ってるので、まあ、皆さんもね寝違えることなんかもあると思うので、こちら気をつけてください。ということで、玉ねぎを植える前に知っておくべきことについて詳しく説明するので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。現在の玉ねぎの様子です。はい、こちら現在の玉ねぎの様子です。で前に見せた時よりも、まあ、結構ね日が経っているので、こんな感じでいい感じにね育っています。で皆さんのね玉ねぎの苗はどんな感じで育ってますでしょうか。こんな感じで今の段階ですと、まあそこそこね立派にね育ってきてるんじゃないかなって思います。で長さもだいたいこちら、まあね20センチないかな、15センチから20センチぐらいの間になっていたら、まあ、僕のところとね同じに育っていると思うので、このぐらいね玉ねぎの苗が育っていたら立派だと思いますので、引き続きね栽培頑張ってみてください。玉ねぎを植える前に知っておくべきことについて3つ説明していきます。1つ目が植え付け時期、2つ目が苗に水やり、3つ目がマルチを使うです。それぞれ詳しく説明していきます。一つ目の植え付け時期からです。でね、この植え付け時期なんですけど、今年に関しては苗が大きくなってしまってるっていうか、まあ、結構ねいい感じに育ってる方っていうのが多いと思うので、そのような方に関しては例年通りに植え付けてしまうと玉ねぎの成長が良すぎてしまって春先に遠立ちしやすくなってきたりもします。なので苗がちょっとね例年に比べたら育ってるなっていう方に関しては、植え付け時期を少しね 1,2 週間ほど後ろにずらして植えるようにしてください。植え付け時期を 1,2 週間ねずらすだけでしっかりとね例年通りの育ちになってくると思うので、そのようにして苗が育ちすぎてしまった、またはね大きくさせすぎてしまったっていう方に関しては対処するようにしてください。で逆に全然小さい苗のまんまだよっていう方もいるので、まあそういう方に関してはこれからね植え付けっていうのを開始してください。で植え付け時期を遅らせることによって玉ねぎのね苗の成長の速度っていうのが変わってきます。まあ、皆さんセルトレイだったり、またね畑に直にね撒いてる方いると思うんですけど、玉ねぎ苗を育ってるところの土っていうのはまずねそもそも栄養っていうのが少なくなってるので、この玉ねぎがまあ大きくなったとしても予想以上にねバカでっかくはならないようになります。なのでその状態でずっとね置いとくことによって、苗がね過剰に成長してしまったとしても、ある一定の期間っていうのが過ぎたらそれ以上成長しなくて、そのまま 1,2 週間ぐらいは持ったりもするので、そのようにして育苗してる方っていうのはこうね玉ねぎの苗を見て判断してあげてください。
で逆にこのね畑に植えてしまうとどうなるのかといったら、もうね畑土作りとかもしてしっかりと栄養とか肥料っていうのがある状態で畝作りをしてると思うので、そこで植えてしまったらどん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 根っこが栄養を吸収してしまって、冬の寒くなる前に苗をね必要以上に大きくなってしまうっていうことにつながるので、まあこちら本当植え付け時期例年に比べたら 1,2 週間ね遅くやるのがおすすめとなります。でこのね植えるのが 1,2 週間ね遅らせようって言ったんですけど、どのぐらいまでね遅らせられるのかといったら、まあね12月の間に植えたとしてもいいね立派な玉ねぎっていうのが収穫ねできるようにはなっています。まあこの12月の植え付けっていうのは僕の家でしっかりと実験して、その年にね植えた12月の苗っていうのは結構ねいい玉ねぎになったので、まあ、最悪の場合12月ですね、12月ぐらいに植えて、そこから苗をね育苗してあげることによっていい玉ねぎもできたりもするので、まあ、最悪12月まで苗の植え付けはできるかなって思っています。なんですけど皆さんの場合ですと、まあ、11月の半ばとか最初ら辺ぐらいまででいいので、そこら辺を目処に玉ねぎの苗を植え付けるようにしてください。2つ目の水やりについてです。でこのね水やりなんですけど2回ねやりましょう。でどこをね2回するのかといったら、まず植える前にしっかりと玉ねぎの苗に水っていうのを含ませてあげてください。まあ、セルトレイでやってる方は確実に水やりをやってほしいんですけど、逆に畑とかまたはねホームセンターなどで土がついてない状態の玉ねぎ苗が売ってると思います。でこういう玉ねぎ苗に関しても植える1日前にしっかりと水につけといてあげる、根っこからしっかりと水分を苗にね吸収させてから植えつけてあげることによって、こちらね水持ちとかも良くなって活着するスピードとかも変わるので、こちら覚えておいてください。なので、まあ、土がついていないにしても根っこからね水は吸えるようになっているので、もうね植える前にカラカラの根っこで苗をね植えるよりかは、しっかりと1日ぐらい水につけておいた状態で植えた苗の方が活着するスピードとかも早かったりするので、まあ、苗がね枯れる心配とかなくなると思います。なので綺麗にね植えた苗が全部ね揃ってくれるのが一番だと思いますので、このようにして水やりはねしっかりと植える前に行ってください。で植える前もそうなんですけど、植えた後にもしっかりと水をね与えることによって、この玉ねぎの周りの土が湿ってることによって根の活着もとてもね良くなってくれるので、こちらのね2回ね水やりするっていうのは忘れずやってください。でまたこれはね天候をね見てやるのでもいいんですけど、植えたその日の夜だったり次の日に雨が降るっていう場合に関しては、この苗を植える1回の水やりだけでいいです。っていうのも雨が降ってしっかりと地面が濡れてくれるのであれば、2回目のね水やりっていうのは必要ないものとなりますので、なので天候を見ながら植えてあげるっていうことで、この定植のタイミングも考えながらやるのもいいかもしれません。でこれをすることによって1個ねメリットっていうのが、その分の労力がなくなるので別の作業とか自分の時間に当てる時間が増えます。なのでこの天候も味方につけながら、今年は玉ねぎ栽培っていうか玉ねぎの定植っていうのをやるようにしてください。3つ目のマルチを使うです。で絶対に玉ねぎ育てる場合に関してはマルチをね使ってほしいです。っていうのも玉ねぎは結構な長い時間畑に置く野菜だと思います。まあ、なので玉ねぎ栽培どのぐらいのね期間がかかるのかといったら、まあ、11月の初めら辺に植えたとしたら11、12、1、2、3、4でこの4が3、4ぐらいでこの早生品種は取れると思ってください。でまた奥手中手品種に関しては5、6って言って8ヶ月ぐらいねかかったりもします。なので半年以上畑に置いとく野菜となっているので、こちらマルチをねしていないとどうなるのかといったら、草がねめちゃめちゃ生えてきます。で草っていうのが本当に注意してほしくて、もう玉ねぎとかにも追肥ねすると思うんですけど、その追肥したタイミングで玉ねぎの方に栄養を使ってほしいのに、その雑草の育つスピードの方が早いので、そっちに栄養を使われてしまって、こうね雑草がどんどん大きくなってしまうっていうことが起こりますし、またその雑草が生い茂ってしまうことによって病気とか害虫のねリスクも出てきます。なのでこのようなことを起こさせないためにも、しっかりとマルチで管理っていうのをしてあげてください。でこれからどんどん寒くなっていくので、雑草が生えにくくなってくる環境なので、まあね大丈夫だろうなって思う方いると思うんですけど、もう雑草のねこの生命力っていうのを舐めないでください。というのも3月とか4月ぐらいで一気にね暖かくなったタイミングで、雑草の種からどんどん発芽して雑草が生えてきます。なのでマルチをしている時の雑草の取るのと、マルチをしていない時の雑草取りっていうのは時間がとてもね大きな差ができるので、こちらマルチっていうのは使ってほしいものとなります。
でまた冬場の間は結構ね雨が降らない期間が続いてしまって乾燥ねしてくると思います。でこの乾燥してきてしまうとどうなのかといったら根っこからうまく水分だったり栄養っていうのが吸収できなくなるので玉ねぎが育ちにくい環境になったりもします。このようなことを防ぐためにもしっかりとマルチを使って栽培してみてください。で僕とか他の農家さんとかは玉ねぎをね作る本数っていうか個数っていうのも結構ね1000本単位で変わってくると思います。なので、まあ、基本的には穴開きマルチをね使っているんですけど、まあ、皆さんの家庭ですと100本とか200本ぐらいで玉ねぎ育てませんよっていう方に関しては穴開きではないマルチを買って穴を開ける機械でどん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 穴を開けてやっていくと思うんですけど、まあね100本200本ぐらいであれば、まあ、その労力っていうのは全然大丈夫になっているんですけど、まあ、1000本単位で玉ねぎ今年育てるよとかいう方に関しては穴開きマルチ使うのをおすすめします。でこの穴開きマルチいいところがもう穴が開いてるのでもうね玉ねぎの苗をポン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 植えていくだけで終わります。なのでこの穴を開けてっていうこの手間っていうか人件費ですねコストっていうのがかからなくなるので今年大々的に玉ねぎ育てようっていう方に関しては穴開きマルチ使ってみてください。でまた家庭菜園の方でも結構ね時間がない中でやってるっていう方もいると思うのでそういう方に関しては本当に穴開きマルチおすすめで、まあ、今年全然使わなかったよっていう方に関してもずっとね保存しておけば使えるものとなりますので5年とか10年期間で見てこの穴開きマルチっていうのを買うのもいいかもしれません。でこの穴開きマルチ玉ねぎ用のねこのね芽が細かいやつ買ったとしてもそれをねニンニクに使ったりあとはサニーレタスとかそういうねレタス系のものに使えたりもするのでまあ玉ねぎ以外にもいろいろ使える野菜の用途があるのでこの穴開きマルチ一家にね1つあった方が便利だと思うので Amazon で後で調べておくのであった場合に関してはリンクねそこで貼っとくのでぜひ皆さんも買ってみてください。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。